今日はソリンクハイパー G についてです。よろしくお願いします。はい、こんにちは、加藤です。はい、今日はですね、ストリングについてのお話をですね、3名ぐらい同じような、お問い合わせというかいただいたのでですね、私なりに説明していきたいと思います。よろしくお願いします。今日はちょっと飯島コーチの愛用のですね、ハイパー G ですね、こちらについてお話しします。ソリンコさんから出てるですね、こちらハイパー G なんですけれども、打ってる時にカシャンカシャンって音がする時があると、これジュニアのね、ちょっと選手目指してること、政治の方とか、ご意見いただいたんですけども、これ形状がですね、ちょっと特殊になっているので、まっすぐ後ろから当たるとそのカシャンカシャンってならないんですね。でボールの飛びが良くてボールを落とすことができますので、すごく非常に優れたガットではあるんですけれども、後ろからちゃんとボールを当ててちゃんと押せてヘッドが回ってると、このカシャンカシャンって音はしなくなります。現に飯島コーチは打ってる時にカシャンカシャンと音がしないと言ってますので、まあ、一つの目安としてですね、カシャンカシャンって音が気になる方はちょっと当たる時にですね、擦れてる感じが強くなっててボールにパワーが伝わってないっていうことになりますのでですね、はい、そういう音が出ないように、頑張っていければと思います。といった、ご質問でした。でこちらですね、こちらの方ですけども、2500円、プラス1300円、3800円ですね、割とお安くなっておりますので、はい、で特徴としては、0.5 ミリ刻み 1.05 を 1.10 1.15 を 1.20 1.25 1.30 あったっけ、まあ、といった形で、刻まれて、ありますので、そうですね、ジュニアでハイブリッドとかで張っててよれるのが強くなってくる子とかはちょっと細いゲージからトライしていくとスナップバックも、ね、しやすくなってきますので、トランポリン効果も出てくると思いますので、よろしければ、試してみてはいかがでしょうか。はい、カシャンカシャンとならないようにこう後ろから押して振っていくのがポイントになります。今日はですね、ハイパー G についての、説明でした。ということで、CX200 にハイパー G はすごくいいらしいです。飯島コーチ一押しです。それではさよならー。